吉野さん、本日はお集まりいただいてありがとうございます。9月末から10月2日まで行います、劇団三段の旗揚げ公演の、初回の、顔合わせを行わせていただきます。まずちょっと自己紹介から、はい、していただきましょう。あのタンポポの川村と申します。死んじゃうよ。死んじゃうよ。横山慎太郎役、七海です。精一杯頑張ります。じゃあ、足立梨花です。今回はよろしくお願いします。劇団三段版座長ということで、そして今回エースもやらせていただくというわけで、大変ですよ、皆さん。なかなか稽古の実数がみんなが揃うのも少ないんですけども、その中でも頑張ってやっていきたいと思います。野間さん、野間です。よろしくお願いします。今回は私には唯一声を出してもらえる。あ、ありがとうございます。声出し、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 傷つきたくないんだよ。いや、彼女だって本当は諦めたくないよ。でも、振られて自分を傷つける方がもっと嫌なんだって。バカみたい。葵、シャッターをカシャ。葵、撮った写真を確認して。かわいい。じゃあ今度は変な顔してないバージョンで撮らせて。してなかったけどね。手地にゃんにゃん。あ、違う違う違う、こう手地にゃんにゃん、手地にゃんにゃん。じゃあ違うな、手地にゃんにゃん。ティジンニャンニャン。あ、惜しい。そうそうそう、こう結局ボールペンって知らないよ。どうせそれも舐めちゃうんだろ。いやいや、どう考えたって耳かきが舐めたルールがわかんない。耳かきは耳かきは劇団さんナンバー旗揚げ公演、近くても遠く、遠くても近く、某ラジオ局で起こる人間模様が、これではちょっといろいろと面白い感じになってますんで、はい、ちょっと出演者のメンバーにですね、はい、見どころ聞きたいと思います。はい、まずは川村さん。はい、どうも、タンポポ川村です。はい、今回の舞台はワンシチュエーションでやるってところが多分一番のポイントだと思います。はい、皆さんぜひ見に来てください。はい、今回も川村ブスな感じで。いや普通に行きます、ね、普通に行く。今日あの演じちゃうんで。ブスを演じちゃう。ブス忘れて。ブス忘れて。ブス忘れて演じちゃうから、そこもなんかポイントですね。うん、なるほどね、演じちゃう感じが。演じちゃう感じ。ブスね、じゃあブスじゃない。じゃあお母さん。はい。見どころは。そうですね。やっぱこのラジオ局で起きる、うん、そう痛快ドタバタコメディ。大丈夫、ハードル上がんないか。いやでもこのなんかこの4人の掛け合いがすごく、うん、やるたんびに面白くなってくる。はいはいはい、これ本番ぜひ楽しみにしてて。なるほど、そしてゲストの足立梨花ちゃんです。はい、はい、今回現役の女子高生アイドルとしてすごい人気のある女の子を演じさせてもらうんですけど、うんうん、私で大丈夫かっていう不安はたくさんありますが。いや全然大丈夫ですよ。全然大丈夫。見てください隣の笑った感じで。本当の笑いだ。ちょっと変顔しないでよ。普通だよ。満面だな。やるフェイスだよ。いやでも本当に面白い内容になっているので、うん、皆さんに笑って楽しかったなと思ってもらえるように頑張りたいなと思います。うんうん、はい、この9月30から10月の2日まで、はい、中目黒のウッディシアターでやっております。はい、皆さんぜひぜひ来てください。お待ちしております。お願いします。